軽量革命とは、数理科学的、統計学的な手段を用いて、地理学のモデルを作成したり、地理学的な諸現象の説明を行ったりしようとした運動のことである。軽量革命は1950年後半から1960年代前半に欧米で発生、進行し、1960年代のアメリカ合衆国の地理学会に大きな影響を及ぼしたほか、 全世界に拡大した。1950年代前半までの地理学は、個性技術的な学問という意見が強かったが、1950年代後半になると、フレッド・シェイファーなどにより、地理学を自然科学のように、法則定律的な学問に変えようとする運動が起こった。シェーファーは、空間の科学としての地理学を主張したほか、論理実証主義を地理学に取り入れようとした。 その後、地域科学の成立、コンピュータの技術進歩、地理学における空間分析の手法の導入などにより、軽量革命が起こった。軽量革命によりアメリカ合衆国では、三大地理学雑誌や地理学の博士論文において、軽量的な方法を利用した論文が増加した。さらに、アメリカで留学や研究を行ったイギリス人によって、 アメリカでの軽量革命はイギリスにも伝わり、欧米の地理学会全体で軽量革命が拡大した。ただ、日本で軽量的な地理学研究が活発化したのはアメリカでの軽量革命より10年以上遅れている。こうした軽量的な地理学は日本の地理教育にも多大な影響を与え、高等教育での地理学の研究、授業はもちろんのこと、中等。 初等教育の社会化における地理の授業にも波及した。しかし、こうした軽量的なデータへの系統は、新たな問題も生じさせた。つまり、こうした軽量的な数理データの収集、分析がすでに地理学の手段ではなく、すでに目的となっているという問題である。こうした批判から、地理学に新たな問題が生じた。また、こうした軽量的な手法が普及したのは、 人文地理学では、軽量革命付近からであるが、自然科学の範疇である。自然地理学ではそれより以前から用いられていたものでも、あったが、自然地理学でも、主流となった。こうした、軽量的な方法のみでは人間を扱う人文地理学が解明しきれないという反発から、現在では、 個人の主体的観念に着目した人文主義地理学などの他の考え方が主流となってきている。ありがとうございます。